ジャン・クリストフロマンドラン、前回の続きからですクリストフのような最新な配慮に煩わされはしなかったそれでクリストフは腹を立てた彼は自分の感じ方を他人にしいまいと いくら控えてもやはり寛大な措置には出られなかった以前の激しい性質がまだすっかりは抑圧されていなかったそして時とすると間借を起こしたジョルジョのある種のジョージを不潔だとしてとがめざるを得なかったそれを荒々しくジョルジョに述べ立てた ジョルジュの方も我慢強くはなかった2人の間にはかなり激しい口論が起こったそしては数週間顔を合わせなかったクリストルはそういう噴激がジョルジュの貧困を改めさせるものではないこと一つの時代の道徳を他の時代の道徳観念で立するのは本当でないことなどを よく知っていた。しかし彼は我慢ができなかった。機会が来ればすぐにまた同じことを繰り返した。自分が生きてきた信念をどうして疑うことができようか。それは生を捨て去るのと同じである。隣人に逃げるために、もしくは隣人を酔うとするために、本当の考えとは違った考えを装っても、 それが何のの役に立つものか。それは自分自身を破壊するばかりで誰の利益にもなりはしない人の第一の義務はありのままのものとなることであるこれは良いそれは悪いと思い切って言うことである弱者と同じように弱くなることによってよりも強者であることによって人はより 多く弱者のためになるすでに罪を犯した弱者に対しては寛大でありたければあるもよいしかし罪を犯さんとするいかなる弱点に対しても決して妥協してはいけないまさにそうであるしかしジョルジュはこれからしようとすることについてはクリストフに相談するのを避けた 彼自身でも何をするつもりか分かっていたろうか彼は住んでしまった時にしか何一つ話さなかった。するとするとクリストフは自分の言葉なんかは聞き入れてくれないことを知っている老子みたいに肩をそびやかし微笑みながら無言の叱責でこの宝刀寺を眺めるのほかはなかった。 そういうい場合にはしばしの間沈黙が続いたジョルジュはごく遠くから来るように思えるクリストフの目を眺めたその目の前では自分がごく小さな子供のような心地がした意地悪な光が輝いているその洞察的な目の鏡の中で自分のありのままの姿を見て撮った そしてあまり得意にはなれなかったクリストフはジョルジュがなした打ち上げ話の尻尾を捉えることはめったにしなかったあたかもそれを聞き取っていないかのようだった彼は目と目との無音の対話をした後にあざけり気味に頭を振ったそれから前の話とは何の関係もなさそうな話を始めた 自分の身の上の話や他人の話などで本当のもののこともあれば作ったもののこともあったそしてジョルジュは自分の雛な形だとは認めたが自分と同じような画質を通って新しい光のもとに嫌な滑稽な姿で次第に浮き出してくるのを見て取った。 自分を情けない自分の顔つきを笑わざるを得なかった。クリストフは注釈を添えなかった。そして話よりもなお一層の効果を与えるものは話しての力強い好人格であった。彼は自分のことを話す時にも他人のことを話す時と同じように一種の唱達さと快活な 晴れやかな気分と失わなかったその平静さにジョルジュは参ってしまった彼が求めに来たのはそういう平静さだった彼は自分の饒絶な告白をしてしまうと夏の午後大木の陰に手足を伸ばして横たわっているような心地になった焼けるような火の眩しい炎熱は消えてい の翼の平和が自分の上に漂っているのを感じた。重々しい性の重荷を平然と担っているこの人のそばにいると自分自身の焦燥から逃れる気がした。その人の話を聞いていると安息が味わえた。彼の方もいつも耳を傾けてばかりはいなかった。自分の精神を 方向するままに任したしかしどんなところへさまよい出ても常にクリストフの笑みに取り巻かれていたそれでも彼はこの年老いた友の観念とは縁遠かったクリストフがどうして自分の魂の石爆になれることができ芸術や政治や宗教の各党派に人間の あらゆる団体に執着を立ってしまうことができたかを彼は怪しんだのだった何らかの陣営に立てこもりたいことはかつてなかったかと彼は尋ねてみた「立てこもるだって?」とクリストフは笑いながら言った「外に出てる方がいいじゃないか野外に出るのが好きな君が」 実況などということを説ぐのかいいいえ、体のことと魂のこととは同じじゃありません。と、チョルジュは答えた。精神には確実ということが必要です。他人と一緒に考えることが必要です。同時代の全ての人が認めている原則に組みすることが必要です。私は昔の 古典時代の人々がが羨ままししい気がします私の仲間が過去の立派な秩序を回復しようとしているのは最もです。腰抜けだね。とクリストフは言った。そんな弱虫が何になるものか。私は弱虫じゃありません。とジョルジュは奮然と抗弁した。 私どものうちには一人も弱虫はいません。自分を怖がっているようじゃ弱虫に違いない。とクリストフは言った。何だった君たちは秩序を一つ求めていながら、それを自分たちだけで作り出すことはできないのか。昔のおばあさんたちの裾にすがりつきに行かなくちゃならないのか。どうだい 自分たちだけで歩いてみたまえ。とジョルジュは当時の俗用の一節を得意げにあげた。根を張るためには樹木はみんな鉢に植えられる必要があるのかね。みんなのために大地があるじゃないか。大地に根を下ろしたまえ。自分自身の掟を見つけたまえ。 それを自分自身のうちに探したまえ。私にはその暇がないんです。とチョルジュは言った。君は怖がっているんだ。とクリストフは繰り返した。